さあ、始まりました。デュアルビールドの懐刀。始まりました。ということで、今日は、はい。久しぶりに見ました。カープ会でございまーす。広島東洋カープが、はい。ちょっと、どうします、小泉さん。なんか予想をいい意味で裏切って、勝ち続けてますね。絶好調でございます。始まる前はね、いや、どうせ今年はみたいな、ね、そうなんですよ。いろんな解説陣が、はい、最下位予想がもうめっちゃ多かったんですよ。うん、まあ、良くて4位とか、うん、で B クラスね。正直俺も良くて4位だったんですよ。うん、優勝はまずない、はい、で A クラスがまあでも難しいかな、いけて3位とかね。そうそう、でそれはそうですよ。だってあの鈴木誠也が、そうだね、この今日本の4番がいなくなっちゃったからね。背番号1ですから。この人がやっぱメジャーに行っちゃったということでね。大きいですね。大きいです。でもそれがそれがただいま首位でございます。来たよ。これは何がいいんですか、今年。なんか蓋を開けてみたら、あのシンプルに先発陣がえぐいです、はい。まあ、確かに安定してるイメージ。クオリティスタート率がもう80何パーとかだったんですよね。うん、まず試合をちゃんと作ってくれるっていうのと、8番に上本が、上本っていうなんかもう広陵出身の選手がいるんですけども、はい、ずっとどっちかって言ったら背番号出るってスーパーサブの、うん、どこでも守れてダイソー出てっていう守備の選手だったんですけど、なんかむって打つんですよね。今スタメン、スタメンです。ーサードかセンターかで、うん、で8番上本が3割を超えて打つんですよ。うん、試合終盤になったらもう10何球粘ってフォアボール取ったりとか。いいね、いいバッターだね。そうするとですよ、9番ピッチャーじゃないですか、うん、ここで送りバントするんですよ。なるほど。1番の西川選手がむっちゃ打ってくれて、うん、はい、なんか実質1番上本になってて、はい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 、9番ピッチャーが捨てにならないっていう2番の役割ですよね。そうなんですよね。むっちゃいいっす。なんかシーズン始まって、あの初戦の時に、はい、もうツイッターで書いたんですけど、カープが1勝するごとに1000円貯金しよう。はい、例えばあの2020年の、今こうデータあるんですけど、うん、勝利数が52勝なんですよ。はい、でもここはあのコロナでシーズンが短縮されてたんですよ。なるほど。で去年、去年2021年63勝、はいはいはい、なんですよ。まあでも3連覇してた強い時でも90はいかなかったのかなってくらいなんで、うん、まあこれいくら貯まると思います、このカープ貯金。カープが何勝するかってことだよね。そうです、カープがつまり何勝するか。カープでもこれが続くかどうかだよね。まあまあまあ、ね、それは難しいと思うんですよね、シーズンね。ピッチャーいいから、2位か3位ぐらいになると予想して、この調子がちょっと続くとして、はい、3位かな、だとは、うん、70勝ぐらい。70勝ぐらいだと去年だと、ちなみにですけど、うん、去年の1位ヤクルトが73勝で、あ、そのぐらい、あ、でも引き分け多いんだもんね。そう、もうじゃあ2019年とかを参考にすると、77勝が首位ですね。はい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 。70勝ぐらいで7万ですかね、じゃあ。7万。いや、でも7万溜まってたら嬉しいっすけど。嬉しい。ちょっと小泉さん気づかないっすか？え？ちょっと違うとこあるの気づかないっすか？こうまさか、自分で言うとはな、これを。え？鈴木1番。1番鈴木誠也。そう、小泉さんに対して51番だったって話したんですよ。気づかないっすかね？何？広島一番。え？これあったよね。これは。これですよ。これですよ。これとあとここにもあるんですよ。あー、本当だ。え、自分でつけたの？つけました。それですよ、小泉さん。来週。はい。巨人戦に行ってまいります。お、東京ドームで。いいですね。こいつの、こことここの、初陣ですよ。じゃあ、この来週。はい。あの久しぶりに球場レポ編行くんで、おいいね。ぜひお楽しみくださいませ。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。